はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、今ちょっともう動画編集して エンコード中なんですけど、ちょっと一個ね、今回こう組んだね、パソコン組んだ中で一個ね不具合がちょっと出てしまったとこがあったんで、そのね、対応とかをちょっと記録っていうかね、それも動画にしてみようかなと思ってね、今、お話をしています。クーラーマスターのね、僕冷却のそのユニットを買ったんです。水冷ユニットね、簡易水冷ユニットっていうのを買ったんですけど、ファンが3つ、ついてたと思うんですけど、そのうちの1つがね、初期不良だと思うんですけど、もうこの前の動画でもね、今ちょっとここで出しておきましょうか。これね、ちょっと止まったりしてるんですよ。よくよく見るとね、見てもらえると思うんですけど、それで、僕、ちょっとね、組んでる時も、タイムラプスでね、組んでた時は撮ってたんで分からないと思うんですよ。ちょっとファンをね、手で最初に回したりしても、なんか引っかかりがね、あったりしたんですよ。なんかいい音がするっていうか、手で回しただけでね。なんか他の2つのファンとは明らかにちょっと1つだけ違うかったんですよ。でちょっと心配はしてたんですけど、やっぱり組み上げて、こう、電源オンにすると、回ってる時もあるんですけど、最初ね、パソコンって電源を入れた時っていうのは、ファンがブーンとこう、高速回転しますよね。音が大きくなると思うんですけど、その時に、かなり異音がしてました。で、低速回転というか、落ち着いてくるとちょっとマシになるんですけど、ちょっと立って見てると、もうファンが止まっちゃってるんですよ。だ多分中の、軸がずれてるとか、何らかね、なんか干渉してるか、何か問題があったと思うんですね。で、それでね、今回はその一式、ドスパラさんで買ったんですけど、販売店さんにね、ドスパラさんに電話をして確認をしたんですよ。まずウェブ店の方で買ったんで、ウェブ店の方にね、確認をしたんですけど、そしたらもう水冷ユニットとか全部外して一式送ってくださいって言われたんですよ。それは仕方ないといえば仕方ないのかもわかんないんですけど、僕はあくまでもファンが一つだけダメだから、もう当然ね、 CPU の冷却ユニット取り外したらパソコンも使えなくなっちゃうし、ファン一個だけでなんとか対応してもらえないですかっていうことをね言われて、で、だけども、その販売店さんの方ね、ドスパラさんの方では無理って言われたんですよ。まずね、ウェブ店の。で、そちらの方でね、一回ご提案いただいたのが、パソコンをね、例えばドスパラの僕だったら大阪の方にお店があるんで、そちらの方に持ち込んでね、対応っていうのはできるかもしれないですと。だから、お店の方に一回、もしよかったらご相談してもらってもいいかもわかんないですね、というアドバイスをいただいたんで、日本橋のね、お店に電話をしました。だけど、そこでも基本的に、在庫なしの商品で、やっぱり交換対応ってなると、全部一式交換に、なります、ということでね。もしかしたら在庫がそこの店舗にあったらね、ファンだけ、こうね、在庫である分と取り替えて、何ですか、取り替えたやつをメーカーに送り返すっていうことになると思うんですけどね。対応ができたかもわかんないんですけど、とりあえず、在庫がないということで、もう困ったなということでね。で、最終的に僕はどうしたかっていうと、エナマックスのね、このユニットだったんで、エナマックスさんの日本の代理店かな、エナマックスのこう日本のホームページのところから問い合わせをねしたんですよ。で、僕としてはファンだけが一つだけダメなんで、それだけを交換したいと。もうわざわざ組んだパソコンをね、またバラすなんていうことはできれば避けたいんだということで、話をしました。そしたらね、メールが、話をしたっていうか、フォームみたいなのが、ちょうどね、土曜日、日曜日だったんで、フォームの方で入力して送ってたんですよ。そしたら、週明けてからね、連絡がちゃんと来まして、で、
なんていうか、ご迷惑かけましたということで、ファン1個だけをね、送りますから、その、ダメなファンを取り外して、で、それをね、返送してくださいということで、連絡が来たんですね。で、それが今回、今日ね、届いたんです。で、今見てみたら、ね、返送用の送り状と、あとこれね、ファン、まあ、この袋の中に入ってたんですけど、ファンが入ってました。だから、なんて言うんですかね。まあ、正直、組んでしまった後に、やっぱこういうトラブルあると思うんで、皆さんもね、まあ、一回、メーカーに相談っていうのは、本当にありかもわかんないですね。僕、今から、これを取り替えようと思うんですけど、まあ、取り替えてるとこを見せてもね、もう仕方がないと思うんですけど、やっぱりメーカーに相談っていうのはね、特にこういうふうな1個の部品だけが潰れて、また全部ね、回収されてしまうとパソコン使えなくなるんで、まあ、そういうのはね、ちょっと言うかなと思ってね、一応、これも記録として、取っとこうかなと思って、まあ、お話をしてますね。だって、本当にファン1個だけ、僕どうしようかと思うんですけど、本当にね、PC のパーツ屋でね、ファンだけ買おうかなと思ったんですけど、意外とね、ファンね、結構値段するんですよ。もう自宅で組んでる方はね、よくご存知だと思うんですけど、意外とファンって高いんですよね。で、まあ、消耗品的なものもある、ものではあるんですけどね、高い。だから、なんて言うんですかね、それで、まあ、初期不良だからね、まあ、泣き寝入りせずにちゃんと言おうかなと思ってね、今回言いました。僕結構めんどくさがり屋なんで、それにやっぱりね、パソコン使えなくなるのも困るから、結構ね、もう初級量でももう、ちょっと目つぶれるもんは目つぶってもう自腹切ってしまうところはあるんですけど、まあ今回はね、さすがにファンそこそこ値段もするし、まあちょっとね、本当の本当の初期症状だったんで、今回は連絡したんですけどね。はい。ということで、エナマックさん、会社名ね、ここは日本の輸入の代理店ですね、株式会社クーラージャイアントさん、どうもありがとうございました。本当に助かりました。もうバラしてね、またする手間が省けたんで、よかったです。ありがとうございます。ということで、とりあえずね、パソコンのこういう風な組んだ時の、まあ、今回はファンでしたけど、トラブルの一個ご紹介ということでね、今日はさせていただきました。またパソコンに関してはね、ちょっと、まだ話したいことがいっぱいあるんで、とりあえずそれも、動画にしていけたらなと思います。今回はね、これも危ない。これを早くつけたいんで、とりあえず動画にしましたよね、撮ってね。はい。ということで、そしたらこれからもね、またよろしくお願いします。コメント欄、いいね評価の方もまたよろしくお願いします。そしたら、さよなら。